ひろゆきさんが本気を出したらどのくらいの期間で私の本名や住所を特定できますか。筋肉いくさんで10ドルで払ってるから、多分まあアメリカのアカウントでクレジットカードでやってて、で、ただこれだけだと個人情報を出すための訴訟ができないんですよね。なのでメッセージとかでその僕に対しての悪口がちょっとでも入ってたとしたら訴えるっていうのが可能なんですけど、例えばその本気を出すっていうのは相手を殺すという意味ですっていうのを弁護士さんと一緒にでっち上げて、例えばそのなんか僕が本気を出すイコール殺すですよっていうのを言ってる映像みたいなのをわざとでっち上げて、5年前からこういうこと言ってますと。なんで僕は本気を出すって書いた時はそれは殺すという意味ですっていうことにして、で裁判所に持ってって、それでこの人は本気を出すっていうのは僕に対して言ってるってことはそれは殺すという意味を含む可能性があるのでっていう開示請求をして、 IP アドレスもらって、で、そこの IP アドレスで、プロバイダーに請求かけてっていうのをやれば、まあ、多分、住所まではいけると思うんですよね。クレジットカードで払っちゃってるので、まあ、違法に手に入れたクレジットカードだと難しいんですけど、合法的なクレジットカードの場合って、たどれば必ず本人まで行ってしまうので、なので、多分、本気を出すっていうのを殺すという意味の素材を作るところがちょっとめんどくさいっていうぐらいで、不可能ではないんじゃないかなと思います。もう今日は絶対にじゃんけんでパー出しますわ。何出しますか？じゃあ、チョキ。